おはようございます。12月29日、10時ちょうど、モーニングショットをお届けしたいと思います。えー、本日ドル円でございますが、114-6050のの買いで、えー、あまりビッドアップ、高いところを買いたくないなというふうに思います。114-25でストップ、114-95の、1 1 5の丸5で利食いをイメージいたしました。 えー、今日うは海外勢、特に欧州勢が1、えー、回売ってくる可能性もあるので、えー、ちょっと注意が必要だなと思っております、高値圏はあまり飛び付き買いしたくないです。といって、ショート振るのもまあ本当に怖いっちゃ怖いので、えー、まあ引きつけての買いというスタンスを取りたいと思います。ユルド1.133545 1.1365 1.12で売りからストップの9080買い戻しを ユーロ円は引きつけて1295545買いから129の20ストップ130円1 0 1 5での利食いをポンド円は153の9585で買い153の6号ストップ154の5060利食いでタイドルは1.34ちょうど3390で買い1.3375でストップ1.34の7080利食いを 王子園82円の8号7 5買いで82円の50ストップ83の3545利食いをタイドルは0.7210ちょうど買い0.71の70ストップ0.72の7080利食いをイメージをしていますニュー乳 G 円は77円の9585で買い77の60ストップ 78の35 45利食いタイドルは0.678575買い0.6750ストップ0.683040のリグいをイメージをいたしました、えー、まあ実質、えー、本日の取引からです、ね、受け渡しが2022年になりますので実質新年度入りという形になります、えー、休み明けのロンドン勢がゆっくりとそろーっと入ってくるのかそれとも 満を持して、相場を動かしてくるのか、今日の欧州時間の参入には注目したいなと、そんな風にイメージをしております。それでは本日もよろしくどうぞお願い申し上げます。モーニングショットこれでで終了です。